パニックパレット。どうかした？今ため息ついてたから。そっか、俺はてっきりこの山積みの仕事にうんざりしてため息ついたのかと思ったよ。まったく、何が楽しくて日曜の夕方までこんなことをしないといけないんだろうな。別に君のせいじゃないよ。明日までに確認しなきゃいけない書類を山積みにしたのは麻生先生だし。まあ愚痴を言ったところで現状が改善されるわけでもないから前向きではないけど、ほんと生徒に頼るって一体何を考えてるんだろうね、あの先生は。学級委員？学級委員はこういう仕事までするの？はあ、委員会活動は半年区切りだし、終わるまであの先生に振り回されると思うと気が重いな。こちらこそよろしく。じゃあ俺は職員室に寄ってこれ渡してくるから。君はこれからバイトだっけ？だったらゆっくり歩きながらバイト先に行けばいいよ。急いで転んだりしたら大変だし。任せといて。じゃあね。あ、おはよう。あれ、制服？へえ、部活か何か？そうなんだ、大変だね日曜まで。でもいいね高校生、毎日楽しいっしょ。そうなの？あ、でも今一人暮らしなんだよね。家って確か加賀岸。なんでわざわざ天豊高校に？俺もあそこ卒業してるけど何か特別な学科があるわけでもないじゃん。なるほどね。あ、ご飯ってやっぱ自炊なの？そっか、じゃあ今日夕飯おごろっか。一人で食べると味気ないっしょ。いいっていいって、いつも仕事でフォローしてもらってるからこのくらい。記憶力いいね。その通りでございます。おごりたい、おごらせてよ。ん？了解。お疲れ様。あ、店長がそこのパン持ってっていいよって言ってたよ。いいんじゃん、君は店長のお気に入りだから。どうぞ。と言っても俺のじゃないけど。どうぞどうぞ、遠慮なく持ってっちゃってくださいな。あ、そうだ、確か家って海沿いの方だったよね。いや、なんかね、最近灯台付近で妙なもんを見る人がいるっていう噂があって。なんか貝らしい。いや、貝は貝でもなんかすごく大きいらしいんだ。いやいや、そうじゃないらしいんだよ。これがまた、あのね、動くらしいんだ、その巨大な貝が。そう、あ、
ロマンないよ。ほらユーマとかじゃないの、昔流行ったじゃない、人面犬とか人面魚とかさ。そうだっけ。まあそういうことだから浜辺の方には行かない方がいいよ。なんだかわかんないし。ええ、つけてください。可愛いからお兄さん心配。笑い事じゃないよ、本当に。ん？じゃあ、気をつけて。さすればここが南合わせの地か。そなた名は何と。おう、浜子殿か。良い名じゃ。お、浜子殿にはついた男がおるとな。その御人は今どこに。何、戦ではないと。そうか、それはよかった。浜子殿はその御人をこの浜で待っておられるのだな。なんと奥ゆかしい人じゃ。まっこと女人の鏡じゃな。になるか。浜子殿、そちらは海じゃが。ああ、住家が。失礼した。長話失礼いたした。では、さてと。ノルレッテ、これ、ノルレッテはおらぬか。ノル。お呼びになりましたか、リーディー様。うん、これでもかというほど呼んだのじゃ。お話し中でしたので、邪魔かと思い散歩など。いつもながら気の利くやつじゃな、そっちは。さて若様、もう願いの宝玉はお試しになりましたか。いや、これからじゃ。何せ見つからぬと世の未来に関わるからな。世はあのような強気な女子と年頃になどなれぬ。若様にはしっかりしたお方と一緒になっていただきたいのですが。あれはしっかりという感じではなかろう。どちらかというと。どうしたのだノル。いえ、何か若様を罵倒愚弄する声が聞こえたような気が。よう愚弄するとは肩払いたいわ。しかし見える範囲に人などおらぬ。平気であろう。そうですね若様。おっと若様、そちが一番ようバカにしている気がするのは気のせいなのだろうか。
濡れ衣でございますバカ様、意外妄想にございます。うむ、もうそちが世をバカと呼んでいるようにしか聞こえぬが、これも世が悪いのかな。若様は繊細なお方ですから、多分限界に来られたことで神経が高ぶっておられるのでしょう。なるほどな、ならば特進じゃ。さてそんなことはどうでもよい、一刻も早く探すぞ。ではさてマリコよ、我が願いを聞き入れるがよい。若様、まさかマリコの扱い方を忘れたなどとは申されませんよね。つい失念。失念で済まされますか。あなた様はそれでも一国の王になるお方ですか。ふん、世はなりたくてこのような身分になったのではない、勝手にされたのだ。何をわがままな。ただ平民の身に生まれたとて、この香り立つような高貴さは健在だろうがな。若様、その叩き切りたいくらいの自信、お見事です。叩き切るのか、叩き切られてしまうのか。要はさて、おしゃべりはこのくらいにいたしましょう。マリコは持って念じるだけで探し物をしてくれます。まあ若様の場合は思いっきり集中しないと使えないとは思いますが。痛いところをつけてない。何やつ、クセ者か。なんじゃ、急にどうしたのじゃ。ノル、いえ、こういうセリフ一度は言ってみたくないですか。時と場所を考えよ、ノル。よし、では再開するとしよう。我が問いに答えよ、マリコ。我が妃は今どこにおる。さあ、行け、マリコ。ノル。ええ、やりましたね若様。はあ、なんという運命じゃ、こんなにも早く見つけることができるとは。さてノル、この後はどうしたらよいのじゃ。まずは契約の儀式を。うん、そうじゃな。王子様などとは他人行儀だな。右の手を出せ。そうだ、さあ早く。綺麗な手をしておるな。何故。うん、
少し冷たいな。ん？どうしたのだ？何を震えておる？世のことはこれから知ればよい。お主の名は間違いなかろう。ならばお主は世の花嫁じゃ。どうしたのじゃ？何をそのように戸惑うておる？若様。なんじゃ？生徒はことを子孫じるです。段階を飛ばしすぎましたね。まずはお友達からが正解かと。なんとな。しかしそちが契約をと言ったのではないか。というか今までどこにいたのだ？いえ、邪魔かと思い散歩など。なるほどいつもながら気の利くやつじゃな、そっちは。ん？何故走っておるのだ？まったく、これだから話を聞かない限界人は。